ご視聴いただきありがとうございます今日は古典の振り返りですねなのでおしゃべり動画を今日は撮っていきたいと思いまーすはい古典終わりました <laughs> もう本当に今までのこの画家,画家人生っていうかもうすぐ若を始めて2年ぐらい経つんですけどその2年間の中で 2年ま、だ経ってないけど2年の中で一番 <laughs> バタバタした <laughs> まあ1ヶ月半だったなと思いますそしてそのバタバタは全あの現在進行形でバタバタしてるんですけどあのー、早めにねちょっとこの動画は撮りたいなって思っていてやっぱりこのお仕事 まあ、プロとして絵描きを始めて、初めての、まあ、古典だったわけなんですけど、その、こう、気持ちっていうのを、まあ、忘れないうちにね、今のうちに、ちょっと動画撮っおきたいな、と思って、<laughs> やることいっぱいあるんですけど。でも、今日は、あの、古典で、あの、お嫁に行ったというか、ご購入いただいた絵画の配送を先ほど終わらしまして、はい、あと数日で、ご購入いただいた方のお手元に届くかな、と思います。はい。そう。 でね、あのお越しいただいた皆様もあのなかなかこう事情があって来れなかった皆様もそして遠くから応援いただいた皆様も本当に本当に本当にありがとうございましたそうあの初日にねお花をね頂い,いたんですよ家族から <laughs> あのお花ねもちろんあの全然ないかなと思ってなくても全然良かったんですけどやっぱりこう ね、あの家族から、今まで応援してくれた家族からまずお花がね、いくつかあって、そして、ね、まだ他にもいらっしゃったんですけど、そのお花がね、あることによって、それを、ね、一緒に今回個展をやった風花ちゃんに、これあの、何々さんからだよー、お母さんからだよーとかっていろいろ言われた時に、ね、うーって泣きそうになって、ちょっと待って、ダメだ、あ個展初日、泣いたらダメってなって。<laughs> <laughs> とりあえずあのー、泣かずに <laughs> うーってこらえながら初 <laughs> 日を迎えましてで実はちょっとここの子たちはそれの残りのお花っていうのかなドライになるお花でこのこっちがね最終日にあの親友のアメリカにいる親友からねお花が送られてきたんですよ。送られてきたっていうかたの親友が頼んでくれてあのと 最終日に渡してくれと最終日に頼んでくれたのを私が受け取ったっていう感じなんですけどそ,うその親ンはねアメリカにいるので来れなかったのでそうねでも遠くからもでもいつでもこう見守ってくれてるんだなと思うとすごく感謝の気持ちであふれました。本当に皆さんありがとうございます そして、あの、古展期間中すっごい暑かったんですよね。なんかね、そんな中でもたくさんの方に来ていただいて、で中にはもう迷って、フラフラになりながら最後到着した方もまあ数名いらっしゃって、ね、本当に暑い中お越しいただいてありがとうございましたで。最後結構喜んで帰ってくださった方が結構いたので、なんか自分の中ではすごく安心したというか、 こう最後に、ね「ぜひ季節ごとにやってください」っていうお声もね結構いただいたのでぜひそういうことが叶えばいいなと思っておりますはいもう実はちょっと風花ちゃんともうねすでに「次どうしよっか」っていうお話をしてるのではい楽しみに <laughs> していてください、はい、そう、ね、今回のやっぱり古典ですごく思ったのが「 はじめましての方がすごく多かったんですよ。そうあのもちろん前職前々職からの知り合いの方もあのいらっしゃったんですけどそれ以上にやっぱり特にツイッターが多くてツイッターで絵を見てましたとかなんか絵が好きで今回来たいと思って来ましたっていう方も結構いらっしゃってそう。 で、やっぱり写真を通してしかね、こう画面越しでしか絵が見れないので、それが実際に現物を見ると、やっぱり全然違いますねっていうお声をいただいて、私はいつもこう、原画を、まあ書いてる側というか、いつも原画が目の前にあるので、なんだろう、そこの違いにそこまで気づかなかったんですけど、やっぱり、なんだろう、 ふ段画面越しに見てくださってて実際に見た方実際現物を見た方のなんか反応を見てるとやっぱり違うんだなっていうのを改めて実感しましたなんか原画のパワーっていうのがやっぱり本当にあるんだなっていうのをなんだろうあるとは思っていたけれどこんなに強く感じることもそうそなかったなって思ってます そう、なんかね、初日からも結構、もう、お嫁に迎えてもらったあ、初日からお嫁にたくさんあのお迎えいただいて、絵を、絵とあとコラボ商品も作ったので、コラボもね、そう、なんか、こんなになんかこう、原画を手に取ってもらえると思ってなかったので、自分の中では <laughs>、すごくびっくりしました。なんか、ね、今回は、 まあご購入いただくっていうよりもどちらかというとこう原画とかを見て楽しんでもらうのがまあ一番優先だったのでそうでもたくさん欲しいって言ってくださる方がいらっしゃるんだなっていうのも分かったしそのなんだろうよりなんだろう私がこう届けたい本質のところっていうのがなんか届けられた個展だったんじゃないかなってすごく思いました <laughs> そうなんかやっぱりツイ私もそうなんですけどねこうツイッター越しでいろいろお話をさせていただく方も実際会うと全然印象が違ったりとかやっぱり顔が見えないのでねどういう方が私の絵をいいって思ってくださってるんだろうなとかそうなんかそれが私の中で今回分かったのがとてもとてもいい時間だったなと思います。はいで あの、あと、合いの方もね、すごいたくさん来てくださって、<laughs> もう、なんだろう、家族関家族ぐるみの、ぐるみっていうのかな、家族関係の方とか、あと、そう、全然職の、すごいお世話になった方とか、ね、なんか、すごく今までの人生が、 ずっとつながって今にあるんだなーっていうのもとても実感できた古典 <laughs> だったなーってそう今自分があるのもやっぱりその、ね、皆さんとの出会いのおかげというか今までがあってからの今というかそうもちろんね前職も前職も大変なことも楽しいこともたくさんあって。 でその中で自分っていう人間が形成されてって今に至るんですけどなんかどれを抜いても今の自分にはならなかったんだろうなっていうのを本当に改めて実感できた1週間だったなーって思います。うん、でそしてねあと一緒にこうお仕事をした風花ちゃんとあと主にあの弟さんの玄哉さん。 本当に二人には感謝しかなくって、あの場所、あの空間、あのクオリティっていうのかな、を実現できたのは本当に二人のおかげで、そう、風花ちゃんとは特に、私とふうかちゃん、<laughs> あのー、お会いした方だったら分かったと思うんですけど、結構なんかテンションとかノリとか <laughs>、考え方とか、こう、お客様に対しての姿勢とかっていうのがすごく似てる。で、こう、仕事の姿勢とか、 そうこういうものを提供したいとかっていうのがすごい似ててなんだろうお家ち合わせとかも全然こうなんか普通に仕事をするとなると意見が分かれたりとかなごたごたってしたりすることってあると思うんですけどでもなんかそういうこともなくなんか「あいいね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 」トン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 とんって決まっていくようなこんなスムーズなことはある。 っていいうぐらいスムーズでそして心地がよくてそしてとても楽しいしワクワクするしその打ち合わせ行くたびにすごい楽しいなって思えたのも本当にふうかちゃんのおかげだなって思っていてでそして私たちその2人が結構「わあ!」って感じなのでそれをしっかり現実的にこうじゃあこうしようああしようって固めてくださったのが弟のけんやさんだったなって思っているんですよ。 そう、装飾とかも全部、あの、彼がしてくださって、本当にね、センスもいいし、ね、なんかね、こう、なんだろう、このチームワークがすごく良かったなっていうのも、本当に振り返ってみて、一緒に仕事できて良かったなって思います。<laughs> はい、もう本当にね、楽しい、なんか、一週間だったなって、あと、一日だけ、あのー、 洋日歌教さんって、移動販売してるんですよね。あの、お花の。そう、その移動販売に一緒に連れてってもらったりとか、朝お花のね、水替えを手伝ったりとか、なんかお花屋さんっぽいこともさせてもらって、そう、お花屋さんでちょっとバイトとかしてみたいなって思ってた時期があって、そう。なんか、それも叶って <laughs>、すごい幸せな <laughs> 一週間でした。そう。なんかね、本当に、 本当に本当に本当に幸せな一週間だったなって。あの、今年、そういえばもう今日今,今動画撮ってるのが7月1日なんですけど、もう今年半年終わったんですね。<laughs> あっというま、う本当にあっという間で、なんかつい昨日、ちょっと自分の12月ぐらいに撮った YouTube を久しぶりに見たんですよ。 まあ当たり前ですけど、<laughs> 久しぶり。ね、6ヶ月前の動画を。ね、まあその頃は、ね、今年古典するとも思ってなかっただろうなって。でも、着実になんかこう、自分はちょっとずつだけど、進んでるんだなって思うと、なんか、すごく嬉しくなりました。<laughs> ね、ちょっとずつ成長してます <laughs> そう。なんかね、本当にちょっとずつなんですけどね。そう。なんか、あと、今回個展ですごく印象的だった出来事が、まあ、あといくつかあるんですけど、なんかね、人生相談に何回かあったんですよ。<laughs> なんかね、そう。アーティスト目指してる方とか、 がう何人かいてで昔から知り合い昔からの知り合いの方もそうだしなんかねみんな頑張ってるなーって思ってそうね最初はね何でも始めるの大変だしきついこともあるしね <laughs> でもねなんか自分がやりたいことをこう明確にして 時々やりたくないこともあるかもしれないけどそれにも楽しいことをやるためにこう挑戦してうんなんかそういうののちょっとまあお手本になってたらいいなーとかってもちょっと思いましたそう、えー、私好きなことしか今やってないので <laughs> そう本当にねでもみねあに周りの家族だったりだとかあと夫とか夫のご家族とか 本当にみん、あの、ね、もう、友達とか、前職の知り合いとか、も全部本当に皆さんのおかげなんですけどね。そう。うん。なので、引き続き、いろんな意味で、楽しんで、頑張っていきたいと思います。<laughs> こんなものかなと、伝え忘れは。うん、また、やると思います。<laughs> まだね、あの、東京から出ていろいろやるっていうことはまだないとは思うんですけど、でも、もう一回、もう一回、何回でも、今回をやっていけたらいいのかな。そう、みんなと会うのがすごくやっぱり楽しかったので、そう、やっぱ人と会うの好きなんですよね。ずっと接客業してきたので、そう、なんかね、やっぱり人と会うって、ずっとね、ずっと家でね、仕事してるので、 人と会うの楽しかったなぁ。<laughs> 気楽なんですけどね、一人はね、一人でね。でもやっぱり人といるからこそできる、こう、コミュニケーションっていうのもあるし。そう。なんでまたやりたいと思います。<laughs> 今はちょっと休憩しますが。<laughs> まだやることもままね、いっぱいあるけど。<laughs> はい。では、こんなところで皆さん、 ご覧いただきありがとうございました。では、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。